こんにちは、インターン生の西尾です。今回でこの解説、紹介解説は最後となります。今回の解説タイトルは前に紹介したレインボーシックスシージです。前に紹介した通り、このゲームは初心者には厳しい、初心者お断りゲームなどと言われている面もありますので、初心者におすすめのオペレーターと簡単なアドバイスをしていきたいと思います。シージは攻撃と防衛に分かれるので、それぞれ2人のオペレーターを紹介していきます。まずは攻撃側から紹介します。それではまず攻撃側の1人目のオペレーターはアッシュです。アッシュはスピード型のオペレーターで、遠距離から破壊可能な壁に穴を開けることができるブリーチング弾を持っています。さらにブリーチング弾は壁だけでなく、防衛側が仕掛けた多くのトラップを遠距離から壊すことが可能です。さらにアッシュは武器も強く、アッシュのみが使える専用武器 R4C は、連射速度が高く、ダメージも効果力で防衛側との打ち合いで有利に進めることができます。 R4C は反動も素直に上に反発していくので、初心者でも少しの苗で使えるようになるでしょう。続いて攻撃側2人目のオペレーターを紹介します。2人目はツイッチです。ツイッチは、テーザーガンというビームが打てるショックドローンを使うことができるオペレーターです。このドローンを使うことによって、防衛側が仕掛けたトラップやガジェット、カメラなどを破壊することができます。これにより自分や味方が侵入しやすい環境を作り出せます。ですが、一つのショックドローンからテーザーガンは5発しか撃てないので、考えながら使いましょう。トゥイッチの武器は F2 がおすすめです。 F2 はアッシュの R4C よりも連射速度が高く、敵がショットガンでもなければ近距離でほぼ打ち勝つことができるでしょう。連射速度が高いので少し反動制御は難しいですが、こだわりなどがなければ初心者にはこの武器が良いでしょう。次に防衛側オペレーターを紹介していきます。まず1人目は、オペレーターはルークです。ルークはチーム全体にアーマーパックを出すことができます。このアーマーは防御性能を高め、ヘッドショット以外での即死がなくなります。これにより相手との打ち合いに勝てることが、ありますし、初心者でもマッチ開始時にパックを置くだけなので簡単に貢献ができます。そしてルークの武器は MP5 がおすすめです。この武器は防衛側でも、珍しく 2.5 倍スコープである英国サイトがついており、反動制御も比較的簡単なので、中距離での戦闘が可能なので初心者でも扱えると思います。そして最後のオペレーターはバンディットです。バンディットはショックワイヤーというものを持っており、有刺鉄線や強化された壁に高圧電流を流すことができます。ショックワイヤーにより攻撃側の強化壁を破壊する専用のオペレーターたちから壁を守ってくれます。設置場所も、壁や、有刺鉄線だけなので初心者でも分かりやすいでしょう。そしてバンディットの武器は MP7 がおすすめです。 MP7 は連射速度がそこそこあり、反動も少ない武器なのでおすすめです。最後に簡単なアドバイスをしていきます。まず第一に、マップを覚えてからマルチプレイはしましょう。紹介の時にも言った通り、このゲームはマップ構造が複雑で、撃たれてもどうから撃たれたのかわからない時があります。ですので、紹介の時にあった通り、テロハントなどを使ってマップを覚えてからマルチプレイをしましょう。そして第2に、ドローンを大切にしましょう。攻撃側の時、オペレーターにはそれぞれ2つずつドローンが与えられますが、ドローンは大事な情報源です。できる限り情報を集めて戦うためにも、壊されないように、準備フェーズでもドローン操作に自信がなければ、外の、壊されないところで待機させましょう。そして最後に、壁からできるだけ、離れて通路を移動しましょう。壁に這いつくように移動すると、飛び出した時に自分の頭が敵から見えてしまいます。できるだけ壁から離れると、目がその分早く敵を視認できるので、できるだけ離れましょう。以上で解説を終わります。初心者の参考になれば嬉しいです。それでは、この動画が、面白かった、参考になったという方は、よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。それではさよなら。